ましょう。明るい星がいくつか見えます。実は、この中の三つは惑星なのです。木星、火星、土星。この年、春から夏にかけて、三つの惑星たちが夜空に輝きました。木星、土星は、火星よりは随分ゆっくりではあるものの、一年ごとに比べると、明らかに星座の中を動いていることがわかります。水星、金星、地球、火星は地球型惑星と呼ばれ、表面が岩石質からなる惑星です。ニューホライズンズが送ってきた冥王星の写真で最も目を引くのは、表面にあるハート型の模様でしょう。ここは NASA の研究チームによってトンボー領域と名付けられました。冥王星の発見者クライド・トンボーにちなんだ名前です。このトンボー領域にはなんとクレーターがほとんどなかったのです。これは、この広いハート型の場所が1億年以内にできて、それ以前にあったクレーターを、